馬山行きましたが、さあ新潟これ前半のラスト谷口選手からいい展開はありました。はい、右サイド切り開いているのは近藤です。近藤前に送って横山ワンタッチでかわしていく。さあエリアの中だ、横山のシュート、先制 FC 今治。今日 J リーグ初先発の横山夢樹、 J リーグ初ゴール、横山夢樹やりました。2024年3月16日土曜日。